SOU というスローガンなのですが、その SOU に込められた思いっていうのは、作るという感じにはこれまでにない形となった主要祭を最高のものを全員で作り上げたいという思いがあって、思うという感じには全校生徒がお互いを思い合いながら行事を進めることができたらいいなという思いが込められていて、最後奏でるという感じには音とかメロディーとかリズムが人の心に響き渡るようにできたらいいなという思いが込められていました。例年通りの生徒会企画は、例えばクイズだったりとかなぞなぞだったりとか、そういうものが多かったんですけど、先生方にお願いしてコロナウイルスのことに関して大切なことも伝えつつ、面白みのある劇を皆さんにお見せすることができたらいいなと思って劇というふうにしました。合唱部のこれまでのリハーサルとか練習の様子を私もクラスメートとか近くで見てきたので、本当にすごく素敵な演劇になっていたので感動もしましたし、よかったなって安心しました。SOU というテーマをもとに全校で最高のものを作り上げることができたので、よかったです。子どもたちが学校へ来て楽しみにできるような、そんな行事が一切なくなってしまったことに非常に心を痛めていました。それで、1ヶ月後でも何かの形でこの集合祭ができないかと、で例年は合唱なんかを取り入れたんですが、音楽の先生を中心にですね、ボディーパーカッションという、そういった方向性でですね、子どもたちの力を合わせて何かを生み出す、そういう体験とか、それから友達といろいろ意見をぶつけながら成長していく子どものそういう場をですね、ぜひ与えたいと思ってこの集合祭を実施しました。本当に開催については悩んでいまして、対策としてもですね、Zoom で多学年のものは見るとか、会場の入場制限をしたり、そういったことに気を使いながら今日実施できました。そのことによって子どもたちが本当に爽やかな笑顔を見せてくれた。そして生徒会の子たち中心にですね、自分たちの力でやりきったというそういう思いを持ってもらえたことが私の何よりの喜びです。